はいどうも、いつきんです。本日の動画は、昨日実装が、告知されたクラスチェンジルージットの性能と評価を見ていきたいと思います。ルージットなんですけど、現状ではですね、ジュディスと役割が被っていて、かつですね、ジュディスよりスピードが11も低い、そして陣形も、どちらもスピード陣形ということで、おそらくですね、使う人はジュディスを使うので、ルージットを現状で使ってる人はいないんじゃないかなと思います。まあ、たまにね、見るんですけど、まあ、大体の人がジュディスを使うんじゃないかなと、思います。そんなルージットくんなんですけど、クラスチェンジすることで、ルーンのスキルツリーが解放されて、そのスキルを上げるとスピードが106から114まで、アップします。プラス8ですね。なので、まあ、クラスチェンジすれば、なんとか実用範囲内になるというような、英雄になっています。でジュディスの方が、まあ、まだそれでも早いんですけど、まあどういう差があるかっていうと、クラスチェンジのルージットには速度アップが、まあ、元々ルージットのスキルについているので、まあ、そこが、ちょっと差別化されるところなのかなと、思います。で、海外の評価は、こんな感じになっています。クエストが7点、深淵が8点、アリーナが 8.5 点、討伐が7点、レイドが8点、ギルド戦が8点、総合で 7.8 と、いうことで、クラスチェンジ組の中だったらちょっと低めの評価なのかなという感じです。やっぱりですね、ゲージアップの要因として使うんだったら、ジュディスがやはり一番早いので、まあ、ちょっと不利なのかなという感じが否めません。ただですね、先ほども言った通りスピードアップのバフがついてるので、スピード依存のスキル、まあ、スピードが高ければ高いほど、威力が上がるというようなスキルを持っている英雄、貴族性のシダーとか、ミルサとか、闇コリーとか、まあ、他にもいろいろいると思うんですけど、まあ、こういった英雄と組ますのであれば、開幕スピードアップをつけれるのでかなりシナジーはあるのかなと思います。特に、貴族性のシダー、相性抜群ですね。貴族性のシダーはスピードアップがついていると、スキル3が、不利属性関係なく全部有利属性になると。なので非属性の相手にも、有利属性のダメージで攻撃することができるという、特性があるので、それをかなり初っ端から発動することができます。まあ、今までだったら一応できなくはなかったんですけど、まあ、なかなかね、ゲージアップと組ますっていうのが難しかったんですけど、このルージットのおかげでゲージアップしつつスピードアップのバフもつけれるというような使い方が一応できるようになります。スキルなんですけど、こんな感じになっています。まあほぼほぼ変わらないですね。スキル3に継続回復が追加されるだけです。まああんまり個人的には強くないかなと、まあ、継続回復ついたから、生き残るというような今環境ではないので、まあちょっとどうなんだろうなと、いう感じですね。なので、ルージットをクラスチェンジさせる目的は、もう単にスキルツリーでのスピードの、スキルを取るというのが、目的となると思います。続いて、クラスチェンジの条件です。まず、一つ目、ベルマウス系、ネズミのモンスターですね。こちらを500匹討伐。そして二つ目に、これは攻玉ですかね。攻玉を6個。渡すと。そして最後、これが非常に大変で、知識の粉塵30個を渡すと、なっています。この通りですね、貴重な、ね、今特に、ダグエルの書とか交換できるんで、
かなりみんな粉塵に困ってると思うんですけど、その粉塵を30個、このルージットに渡すのかと言われるとちょっとなかなかね、手が伸びにくいんじゃないかなと思います。という感じで、ルージット紹介したんですけど、粉塵30個、そしてゲージアップをするんだったらやっぱジュディスがいると、いうことからですね、ルージットのクラスチェンジはしない方がいいです。おすすめしません。ただどうしてもジュディスがいないとか、ルージットならいるっていうクラスチェンジをする必要がある人は、まあ、星5、まあ、ゲージアップとあとデバフ一応攻撃ダウンとかついてるんで、まあ、そのデバフ巻き要因なんで星6まではしなくてもいいかなと。まあ、幸いクラスチェンジは星5であれば、クエストを受けることができるので星5で、留めておくことをおすすめします。僕もですねちょっとルージットまで手が回らないので今のところちょっとクラスチェンジはする予定はないんですけど、もし、どんな感じで使うのかちょっと見たいという人がいれば、コメントいただければ、まあ、ちょっと繰り上げてね他のキャラ育てようと思ってるんですけど、繰り上げて先にルージットを育てても、全然構わないので、もしいれば、コメントいただければと思います。はい、というわけで今回はクラスチェンジルージットの紹介でした。まあ、個人的には早くモンモランシーが来てほしいんですけど、多分討伐11段階と同じタイミングで来るんじゃないかなと、予想しています。というわけで、まあ、ルージットおすすめはしませんが、もしする方がいれば、参考にしてみてください。というわけで今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。